さあ、すべてが未知数であります。この男入場してまいります。異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。行けよー、行け。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、行け。エディットレスラー、頑張れ、頑張れ、頑張れ。赤コーナー、頑張れ。エディットレスラー、行けよー。レフリー田山正夫、行け。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。逆に返します。掴んだ。逆に投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。間を取っています。リング内に戻ります。行くのか。あっと、ホイップしてまいります。組みに行きます。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いや、あのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。組み合います。ホイップしてまいります。ロックアップ、切り返します。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。抱えます。ボディスラムです。ラフ殺法に転じます。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。いや、素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい。あっと、バックに回った。バックに回ります。エルボー、ロックアップ。お気をつけください。リング内に戻ります。息を整えます。リング内に戻ります。このポーズです。行くのか。ロープに振った。走り込んだのエルボー。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。
抱えます。ボディスラムで投げてまいります。ローリングしてのセンター。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、組に行きます。逆に倒します。アームロックの体勢。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。ブレンバスターに取ります。逆にバックに回った。大豪仕込みのバックだった。引っか抜き、引き起こす。シュミット流で倒していった。抱き起こす。コブラクラッチの体勢。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。組み合った。あーっと逆にパワーポン。ストンピング強烈。腕を取った。あっと返した。抱えた。バックに回った。スワンダイブのニールキック。腕を回した。ブラインバスターで叩きつける。あと逆に切り返した。ドロップキック強烈。10分経過。エビに固める。カウント2。返しました。腕を取った。あっと切り返した。腕をフックした。シュミット式で落としていった。あっと後頭部。ガチッと組み合った。おっとスピンを加えて倒していく。腕を絡めて抑え込んだ。ロープブレイク。ブレンバスター行くの。ブレンバスター。おっと2連発いった。立たせていく。あっと逆に投げていった。あっとうまく切り返した。ドロップキックが突き刺さる。打ち込んでいく。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。いけるか。あっと倒していった。起こした。組み合った。バックを取って。あっと裏 DDT だ。いけるか。コーナーに振って。あっとフランケンをさせない。全体重を落としていった。足を殺していった。場外に降りる。場外に移行した。ガチッと組み合った。あっと裏カンナがロープに逃れました。蹴っていった。あっと返していった。いけるか。ツーブス飛んで落としていった。監獄が止め。がっちりと決まった。ここでロープブレイク。シュミット式で落としていった。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙を拭いきれない。小脇に抱えた。バックドロップ完工。
逆に振り返した。なだれ式のフランケンシュタイナー。カウント2.9。そうは簡単にはいかせません。バックを取って、危ない状況、裏 DDT。 バックに回った、エルボーで返す。ここで持っていくのか、一気に料理するのか、タイガー行くのか、猛虎剣幕、赤いブリッジ、ロープに逃れた。打ってる方も辛いはずですよ。はい、うまく切り返した、抱えた、逆に返した、起こした、ソバット、そのままプレスしていった。どっから来たんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね、もう気持ちだけですよ。ラマヒストラル、ロープブレイク、ロープブレイク、ガジェット組み合った、投げていった、首をかっ切るのか、タイガー行くのか、打たせない、腕を取った、あーブロック、ギブアップを宣言しました。さあ、1たす1が3にも4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。ガンガン行け、ガンガン行け。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー。
け。赤コーナー235パウンド、いけよ藤波辰巳。頑張れ。いけよエディットレスラー。頑張れ。レフリー田山雅夫。頑張れ。のゴングが打ち鳴らされました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。パンチで返します。膝へのキックです。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。組み合います。そのままグラウンドに持っていきます。間を取っています。腕をフックします。フロントから振り投げ気味に投げてまいります。起こします。連携の羽交い締めに持っていきます。ロープにブレイクしました。足を取ります。させません。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。脳天砕きブレンバスター。腰を落とします。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻め方だと思いますよ。あーなるほど、合体のブレンバスター。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。ああスタミナをロスするわけですね。小手を打ち込む。ローを打ち込む。ガチッとそのまま倒していった。立たせていく。強烈に締め上げる。重い逆水平だ。腕を取った。エルボーを入れていく。腕をフックした。正面から投げを見舞った。頭を掴んですごい顔で打つ。外した。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね、ハンマーパンチ強烈。組み合った。正面から投げていった。抱き起こす。あと逆に投げていった。いけるか。あと切り返した。組み合った。コブラが締め上げていく。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。アマルス式のタックル。さあタッチ。蹴り上げていく。ガチッと組み合った。コーナーに振った。強烈リアリティチェック。決めに行くのか。
を叩き込む。ブレンバスター行くのか。五臓六腑に染み渡る。あっとエルボー、足を抱えた。あっと逆にパンチ、すごい音がした。エルボー、おっと足を決めていった。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。起こした。ロープブレイク、組み合った。コーナーに振って10分経過、10ミリ見栄を切った。このポーズ、腕をフックした。ブレーンバスターで投げつける。ここでタッチだ。これはちょっと苦しいですね。打ち込む顔面、フロントから投げていった。全体重を乗せたエルボー、顔面が歪む。ローキック、キック、抱えた。させません。バックを取ってテイクダウンを奪った。おっと外した。のど輪か。あと逆に返した。掴んだ。巻き投げで切り返した。サイドを取った。そのまま後ろに投げていった。引き起こす。張り手、首根っこを掴んだ。突っ張り、突っ張り、捕まえて。これはポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。ローキック強烈、エルボー強烈、首根っこを掴んだ。あっと相撲殺法、掌底張った。ガチッと組み合った。あっと逆に倒した。小脇に抱えた。あっと膝を叩きつける。うまく切り返した。バックに回った。バックを繰り返す。逆にバックに回った。打たせない。グーの鉄拳制裁。いけるか。ロープに振って、バッと返した。15分経過、15ミニッツパース。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。スリーパーで頸動脈を締め付ける。ここでロープブレイク。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。バックトラップ、あっと踏みつけていく。あっと急所攻撃、蹴っていった。抜くのか。噛み締めた。あっと耐えた。フロントキック、組み合った。
締め上げていった。蹴り上げていく。気合を入れた。いけるか。対角線に飛ばした。エルボー。我々には計り知ることのできない熱い熱い大河のような愛の川が流れております。組み合った。逆に返した。弓を引くナックルアロー。エルボーで切り返す。ここでスイッチ。いけるか。飛びつき式の嬉しい逆十字。強烈なローだ。そのまま腕を取った。ロングに逃れました。20分経過。フロントキック掴んだ。外した。すごい顔で打つ。カウントは入る。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。強烈なローだ。コブラツイスト。グラウンドコブラ。ロープブレイク。ものすごいグーだ。あとデンジャラスなパンチ。あとストッピング。危ない。ブロックした。外した。ここでタッチだ。いけるか。抑え込んで。カウント 2.5。 まだまだです。あっとストバックのあたり。足を殺していった。腕を回した。読んでいます。まさに読み切り小説。ロープブレイク。ロープブレイク。グロッキー状況か。小股に挟んだ。リバースで切り返した。ガジェット組み合った。25分経過。フロントスープレックスで引っこ抜いた。ここで持っていくのか。組み合った。逆に振り返して、フロントからの投げに転じる。覆いかぶさって肩固め。場外に移行した。さあ腕しぎの体勢だ。組み合った。
つけください。リングに戻ります。さあタッチ、リングに戻ります。ブレンバスター行くのか。ブレンバスター垂直落下式2カウント、まだ足りません。いけるか。あっと切り返した、腕をフックした。お目当ての一戦を迎えました。両者入場してまいります。さあ、全てが未知数であります。この男入場してまいります。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラー、頑張れ頑張れ頑張れ。赤コーナー頑張れエディットレスラー、頑張れ。レフリー田山正男、頑張れ。
沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。フロントからのキック、抱えます。エルボーを入れていきます。組み合います。ボディースラムで投げてまいります。アームロックの体勢、ロープに逃れました。おっと、逆に捉えた。フロントから叩きつけます。リング上は逆片指固めの体勢、ロープブレイクです。ガードします。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも肌の色つやがいいですよね。これは調子がいい証拠だと思いますよ。ああそうですか。あっと、後ろに投げてまいります。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。チキンウィングに固めてまいります。ロープにブレイクしました。行くのか、ヘッドロックで締め上げてまいります。あっと、エルボー掴んだ。脳天へのチョップです。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。組みに行きます。コーナーに振った。スピアーが突き刺さった。おっと、逆に腕を取った。ロープブレイク、組み合います。ロープに振った。ショルダータックルで倒します。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープに逃れました。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんですよ。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。耐えます。エルボー、ロックアップ、投げてまいります。空中戦を狙いそうだ。ここは戻ります。首筋へのチョップです。手下切りの雨上がれ。いけるか。これは強烈ですね。そうですね、今強烈でしたよ。骨がきしも落とすな、聞こえてまいります。エルボー強烈、腕をフックした。フロントからのスープレックス、引き起こす。リングに戻ります。リングに戻ります。ガチッと組み合った。ロープに振って、そのままプレスしていった。おっと、腕を決めていった。頭を掴んで毛先切りを股のように振りかざしていく。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。組み合った。ロープに振った。読んでいます。まさに読み切り小説。肩が上がります。組み合った。コーナーに振った。ボディアタック強烈。カウントは入る。ロープブレイク。10
分経過。いけるか。10ミニッツパス。逆に振り返した。腕を取った。エルボーを入れていく。バックを取って、あっとエルボー抱えた。ハンマーを振りかざす。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。あっとスパインバスター。カウント 2.9。 キチンシンク抱き起こす。バックに回った。ジャーマン、ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、フロントスープレックスで引っこ抜いた。さあ決まるか。ここでロープブレイク、いけるか。あっと返した。フィニッシュになるか。ロープに逃れました。奥歯を噛みしめた。来た来た。パーンパーン。岩壁の母の胸に抱かれました。チョップの連打。エルボードロップ強烈。足を狙っていった。組み合った。あっと顔面、小脇に抱えた。一気に抱え上げてそのままバブダ叩きつけた。足を打ちつけていった。キーロックで締め上げていく。あっと DDT 立たせていく。 DDT 脳天。どうか。
ガンガン行け、ガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、230パウンドミステリーマン行けよ、頑張れ。赤コーナー行け、エディットレスラー頑張れ、行け。レフリー田山雅夫行け。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組み合います。フライングメイヤー、カイナ力で締め上げてまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。逆に振り返してカウンターで切り返してまいります。気合を入れてまいります。重いチョップであります。汗がミストとなって飛び散ります。掴みます。キックで返します。足を抱えます。円錐蹴り、なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああそういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね、このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎはうまいですね。的確ですよ。返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。足を狙ってまいります。さあまさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が指しているかのようであります。さあ今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。リバースで返します。足を取ります。あっとそのまま倒します。ブロックします。マウントに移行します。馬乗りからエルボーを入れていく。下から切り返します。スイープうまいですね。はい、下から返したいですね。はい、外してまいります。ブレンバスターに取ります。エルボー組みに行きます。あのね、こういう投げ技を見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね。そういうところをよく見てもらいたいですよね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。抱え、ま、あっとリバースで返してまいります。スリーパーに捉えます。ロックアップ、さあ粘着質よろしく、締めに転じてまいります。腕を回します。あっとエルボー、行くのか。ロープに振って、あっとホイップしてまいります。キックを打っていきます。腕をフックします。逆にバックに回った。リバースで返した。返してまいります。すごいですね。そうですね、いい顔してますよ。掴んだ、こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。
タックル。トップロープを奪う。トップロープからのギガチェンドアップ。蹴りを見舞ってまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああなるほど。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。肘を打ち込んでまいります。腕を取ります。これはきつい、ジョニーマジック。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。ガジェット組み合った。あと逆に返した。あっとクロスフェースに持っていった。腕を取った。10分経過、10 minutes past。 あっと返した。組み合った。ロープに振った。あっとコブラツイスト。いけるか。すごい形相で締め上げていく。ハンマーパンチ強烈。足を狙っていった。ギロチンドロップ、強烈。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい。バットうまく切り返した。カウント2つ、惜しい。逆水平。バットキャッチした。そのまま倒していった。フィニッシュ宣言か。アキレス腱がダメだ、アキレス腱がダメ。ロープに逃れました。そのまま締め上げる。ロープブレイク。足を抱えた。バックに回った。ああ今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。足を取った。あっ逆にパンチ。足を抱えた。あードラゴンスクリュー。立たせていく。小脇に抱えた。サイドからバックドロップ。引き起こす。ノーザン行くのか。ノーザンから起き上がって、嬉しい逆十字の体勢。組み合った。あっと切り返した。おっと足を決めていった。足を取った。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー。15分経過、15 minutes pass。 ストンピング。いけるか。あっと倒していった。抱き起こす。ブレンバスター行くのか。おい、あっと顔面。気合を入れた。起こした。ラリアット投げ倒し。抱き起こす。エルボーを入れていく。腕を壊しにいった。ガジェット組み合った。バックを取って背後を取り返す。持ってった。ジャーマーブリッジする。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。ロープに振って、今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。おい、ドラゴンになった。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。バット、回転式の嬉しい逆十字。
蹴っていった。腕折りに持っていった。ガジェット組み合った。逆に返した。うわ、いてこい、俺の力、体を預ける。カウント3つ、カウント3つ入りました。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。頑張れー、いけー。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー、エディットレスラガン、いけー。エディットレスラガン、頑張れ。赤コーナー、エディットレスラン、いけ。頑張れ。エディットレスラン、頑張れ。レフリー田山マサ、頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、
いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。強烈に締め上げてまいります。組みに行きます。ロープに飛ばした。ショルダータックル、ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。ストンピングです。足を狙ってまいります。キックを打っていきます。エルボー、組み合います。コーナーに振った。走り込んだのエルボー、ストンピングを叩き込んでまいります。エルボーで返します。掴みます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、あっとエルボー、行くのか、返してまいります。張ります。張ってまいります。掴みます。臀部のあたりを使ってまいります。マウントポジションからナックルを打ち込む。重いチョップであります。行くのか、ロープに振って。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。抱えます。あっと、逆に脇固めで切り返す。相手を挑発してまいります。合体のブラッバスター。乾いた音が館内に響きます。フロントから落としてまいります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。ショルダータックルで倒します。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクです。ロックアップ。逆に振り返した。バリアット。足に照準を絞るのでありましょうか。足攻めに転じます。膝へのキックです。蹴ってまいります。組み合います。巻き投げで切り返します。組みに行きます。逆に返します。起こします。ブレンバスターで切り返します。エルボードロップ、掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。ロープに逃れました。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。フロントからのキック、腕を取ります。切り返します。汗がミストとなって飛び散ります。腰を落とします。リバースで返します。蹴りを見舞ってまいります。ネックブリーカードロップ、組み合います。あと返します。ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。打ち込んでまいります。蹴ってまいります。掴んだ、ラフ殺法に転じます。行くのか、コーナーに振って。10分経過、10 minutes passed。 ランニングしたらエルボー、掴みます。キックで返します。組みに行きます。
対角線に飛ばした。ジャンピングヒップアタック、キングコングにドロップ、キックを打っていきます。掴んだ、エルボーを打ち込む、組み合った、正面から投げていった。ガチッと組み合った、グーの鉄拳制裁、ジャンピングヒップアタック、肉体を躍動させる、蹴っていった。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。強烈に締め上げる、ここでロープブレイクさせません。チョップ強烈、逆肩エブで一気に決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。ブレインバスターで叩きつける、トップロープを奪う、急降下にトラップ、いけるか、すごい形相で締め上げていく、体を預ける、技の仕掛けが早いですね。勝負に行ってますね。見栄を切った、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける、立たせていく、膝を打ちつけていった。ここでスイッチ、フロントキック、担ぐか、ストマックに落としていった。15分経過、15ミニッツパース、逆水平、腕を取った、おっと逆に腕を取った、チョップ、足を殺していった、円形の腕十字、首もロックしている、蹴り上げていく、頭を掴んで、あー、いやらしい攻撃だ、エビが食べて抑え込んだ、ロープブレイク、あっと逆に蹴っていった、正面から投げを見舞った、カバーした、ロープに逃れました、相手を挑発した、キック掴んだ、厳しい攻めを見せる、ガジェット組み合った、対角線に飛ばした、ヒップアタック強烈、ヘッドバット、ここでタッチだ、キック、フロントキック、いけるか、逆に返した、首根っこを掴んだ、エルボーの連打、張った、組み合った、スモールパッケージで丸める、カウント 2.5、 すごい音がした、返した、ガジェット組み合った、フロントから落としていった、引き起こす、あと逆に投げていった、担ぎ上げるのか、エルボーで切り返す、レフトハンドのラリアット、このポーズ、あっとエルボー、すごい顔で打つ、組み合った、
ローキック強烈、いけるか、逆に振り返した、ローリングスバット、エルボードロップ強烈、さあタッチ、合体のブラックバスター2位を落としていく、エルボー強烈、バックに回った、あっと急所、いけるか、ガジェット組み合った、エプロンサイドから投げていった、気合を入れた、組み合った、小包み固め、スモールパッケージ、ここでロープブレイク、エルボーを入れていく、起こした、腰に手を回した、エルボーで返す、ここでタッチだ、合体のブラックバスター、さあ世知辛い不況の真っ只中のこの時代にまさにオアシスのような存在であります。強烈なローだ、あと逆に切り返した、岸壁の母の胸に抱かれました、組み合った、あと逆に倒した、放っていくのか、トップロッカーのエルボー、3つ入りません、蹴っていった、ガジェット組み合った、ロープに振った、スリーパー落とすのか、エルボーを打ち込む、腕を取った、脇固めに持っていった、ローを打ち込む、腰を打たせない、いけるか、締め上げていった、ハンマー気味のパンチ、さあ渾身の力で締め上げる、これは完全に入ってますよ、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、いけるか、コーナーに振った、あっとカウンター、コーナーに登って高々と抱え上げて、そのまま真下に落とした、急降下、膝爆弾、ここでスイッチ、スコーピオンデスロック、サソリ固め、ツープラトンで放っていった、場外に移行した、張り手、エクスプロイダーの体勢、エルボーで切り返す、奥歯を噛みしめた、パワーボム、投げっぱなし、リングに戻ります、30分経過、さあタッチ、30ミリッツパス、ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した、起こした、バックを取り返す、逆にバックに回った、背後を取り返す、
一気に料理するのか。小脇に抱えた。あっと逆に脇固めで切り返す。ノープブレイク。重い逆水平だ。場外に降りる。バックを取ってバックドロップ。スイートフラッグ式ローリングしてのラリアット。蹴り上げていく。組み合った。お気をつけください。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。ロープに振ってスリーパーで頸動脈を締め付ける。ここでスイッチ。アーブロックで決めていった。ミミズバレになる逆水平。引き起こす。ジャーマン。綺麗な人間鏡。ここでロープブレイク。抱き起こす。小脇に抱えた。バックドロップ。後頭部を通打。テキサスクローバーハールド。ロープブレイク。掴んだ。すごい音がした。ガチッと組み合った。あと逆に返した。カバーの体勢。超満員札止め。ド派手な入場シーンが展開されております。さ
戦いの果てにある答えを求め、熱き魂が入場してまいります。ガンガン行け！頑張れ！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、エディットレスラー！ガンガン行け！頑張れ！赤コーナー、エディットレスラー！行けよ！レフリー田山雅夫、頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、行くのか。ヘッドロックで締め上げてまいります。腕を捉えます。腕攻めに転じます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。おお、馬乗りから小手を見舞っていく。マウントから小手攻撃。馬乗りから小手を打ち込む。外してまいります。ブレンバスターに取ります。ストマックを狙ってまいります。張ってまいります。掴みます。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。足を狙ってまいります。足を取ります。エルボーを入れていきます。このあたりの攻撃いかがですか？いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。ロックアップ、返してまいります。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。アスノでも程よいと思われるその背中は、まさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。掴んだ。キックを打ってまいります。コーナーに登る。蹴りをぶち込みます。掴んだ。強烈に打ち込みます。掴みます。いやらしい顔面へのキック。バックに回ります。このあたり決まり具合はいかがですか？まだこれは入ってないですね。そうですか。逆に振り返した。キックが顔面を捉える。ストンピングを叩き込んでまいります。引き起こし、ハイキック。ストンピング、膝を狙っていった。締め上げていった。ハンマーパンチ強烈。ストンピング強烈。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。腕を取った。そのまま腕を決めていった。抱
ブラインバスターで叩きつける。組み合った。バット、うまく切り返した。あっと、そのまま足を取った。ここでロープブレイク、エルボー強烈、バックに回った。ジャーマン、カウント 2.5。 すごい顔で打つ。強烈ですよ。後頭部痛打か。コブラクラッチの体勢、エルボーで返す。エンジン蹴り、いけるか。あと逆に返した。立たせていく、フルネルソンの体勢。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。腕をフックした。あっと引っこ抜いた。フロントスープレックス、片エビに持ち込む。カウント2、返しました。ガジェット組み合った、逆に返した。一気にスパークするのか。引き起こす。10分経過。あっと天命か。エビに固める。カウント2つ、惜しい。いけるか。コーナーに振った、ドロップキック強烈。放っていくのか。トップロープからミサイルキック、脇固めに持っていった。ローキック組み合った。コーナーに振って、おっとそのまま浴びせていった。抑え込んで、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。バックを取り返す。持ってった。ジャーマン、ブリッジする。トゥーカウント、まだ足りません。首根っこをつかんだ。あっと逆にキック。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、ガジェット組み合った。首がために持っていく。トゥーカウント、蹴りをぶち込む。抱き起こす、顔面ハイキック、カバーの体勢。カウント 2.8。 そうはこういうのを下ろしません。頭を掴んでさせません。掴んだ、させません。張り手、足を取った。あっ逆にパンチ、コブラクラッチに取った。あっと腕を捉えて、そのままチキンウィングに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。15分経過、15ミニッツパース。稲妻、バックを取って、ジャーマンスープレックス。